はい、どうも皆さんこんにちは。リリースタイルのリリーでございます。本日も COD モバイルやっていきましょうということで、本日なんですけども、ストアの方に新しく、僕クレートなんですけども、クレートの方に新しくタイプ25ダンボール武器クレートというのがやってきています。残り10日と18時間ということでね、1440CP を使うちょっと高めのやつですよね。なんですけど、僕ね、この中の、RUS79、が、個人的にすごい欲しくて、今日これ引いていこうかなっていう風に思っています。実際タイプはあまり使ってないので、まあ、こちらは別に引かなくてもいいんですけど、RUS79U、僕のサブ赤でバンドルなんですけど、バンドルの方でタイプ、これ使ってみてるんですよね。結構使いやすくて、やっぱりね本赤の方でも欲しいなっていうことで引いていこうかなと思ってます。で、うん、まあ、いいか。個人的にこれが使いやすかった理由としては、アイアンサイトですね。っていうのが、ノーマルのやつとちょっと違っていて、なんか動きもね、なんだろう。なんかちゃんと検証してないんでわからないんですけど、なんかすごい使いやすい、武器になってます。その使いやすさの違いが何なのかっていうのは、また後でなんでなのかっていう理由は探っていきたいと思うんですけど、とりあえずこれ引いていこうと思います。早い段階でね、RUS79が出てくればいいんですけど、ビビった。ちょっと待って、ビビった。ほとんど持ってる武器ですよね。もうどんどん引いていきますね。全然提案っすね。きついよ。いらない。いや、もう表示出なくていいし。いや、タイプの方、それはいらないな。いや、いいかもしんないですけどね、あんまり。いや、厳しいな。いや、バンドル恨むわ。ここに来てバンドルはね、1900だったかな、 CP で買えるんで。よかった、出たよ。はい、ということで、もう一応課金してた分のラストで出たかなって感じですね。うん、1267、13000CP ぐらいかかったんじゃないかなと思うんですけども、バンドルだったらね、結構1900ぐらいで、買えてしまうので、バンドルで買ったとかは特にね、使ってみた感覚とか見ていただきながら、もしよければね、使っていただきたいんですけど、ちょっと武器使っていきましょうかね。はい、ということで RUS79U を、グレードレベルアップしてですね、アタッチメントをつけて、装備した状態になります。で、今回使っていくアタッチメントはクイドロ、フォアグリ、大型マガジンの3つ、でやっていこうかなと思います。はい、ということでチームデスマッシュニュークタウンで、RUS を使った感じをですね、ご覧いただきたいなというふうに思います。あんまマッチングしないですね。普通のランクマッチじゃなくて、マッチですね。マッチの方で試していきたいと思います。チームデスマッチ。アイアンサイトが覗いた感じがこんな感じなんですよね。こんな感じ。どうですかね。多分普通の RS とちょっと違うのを分かりいただけたと思うんですけど、また後でね、比較とかもさせていただきたいと思うんですけど、とりあえずこの RUS はそんな感じで、まあ、個人的にね、すごい持ってて、すごいっていうか、使いやすかったんで、こんな感じで、横移動しながらの打ち方とかも、すごいしやすいなーって感じで、弾も多いんでね、装填できる数が。スイッチもできるし、レベルもしやすい。リスカワス。Reloading。そんな感じです。Friendly Shock RC is coming. UAV online. Friendly Shock RC has been destroyed. Reloading.
やばい、弾なくなった。いやー、まあでもなんとなく僕は使いやすいですね。ずっとね MSMC 使ってるんですけど、まあ今も使ってはいるんですけどね。まあ本若ではファルを使うんですけど、ファルでちょっとね MSMC 使ってたらやっぱりね、弱体を感じる時があるんですよね。そうなった時になんか違う武器も使ってみようかなと思って RUS を使ってたんですよね。ほんなら意外と使いやすいなって、あんまり僕今まで使ったことなかったんですけど、すごい使いやすいなってなったので、まあ一応使ってみたって感じですね。なんかまだ MSMC じゃ無理なんで、そういうところですよね。やばいやばいやばい、打ち切るしかない。あ、はい、という感じで、まあ RS が若干使いやすいって個人的には思ったので、ちょっと使用感をねご覧いただきました。レレレもやりやすく、移動速度が速いんで、移動速度も、移動速度というか ABS しながらのレレレ打ちもしやすい。あとは、まあ、SMG なんですごい走りが速いので、まあ、ドミとかね、ハードポイントとかもすごい使いやすいですし、まあ、なんて言っても AR みたいな感じでも使いやすいので、なんか、キャラコンの幅もすごい活かしやすい武器なのかなって感じですね。まあ、ちょっとこの後ね、武器の比較をしていきたいと思います。それではまず迷彩の比較の方からしていきたいと思います。今回、課金して手に入れた段ボールですね、が左側、右側に、バイキングですねの、スキンでの ADS の比較をしています。まあなんか若干バイキング羽みたいなのがあって邪魔感はありますけどって感じですね。続いてマルディグラと比較をしてみてるんですけど、マルディグラすごいすっきりしてますね。こうやって見るとダンボールの方がなんか遮ってる部分が多いなっていう気もしないことはないですね。なんでなんかこれをだけ見るとなんか若干一番マルディグラの方がすっきりしてて見やすそうなアイアンになってますかね。はい、射撃の比較を見ていきましょう。やっぱりね ADS した時同様ですね、マルディグラが一番なんかすっきりしてるような気がします。まあノーマルのアイアンサイトですよね、マルディグラが。でバイキングとダンボールに、バイキングに関してはなんか羽みたいな部分が見えにくいですし、ダンボール自体はその銃自体がちょっと太くなっていて、なんでしょうね、ダンボールでやっぱり作ってるからなのか、ですね。はい、で ADS 速度、ここからはですねもう通常に、通常のRUS の能力自体を検証していってます。アイアンサイトとドットサイト、それぞれクイドロの有無別にですね、検証させていただいております。やっぱりねクイドロをつけた方がだっと早いので、クイドロありは必要なのかなと思います。ここからは反動検証ですね。左側グリップなし、右側がグリップありで押していってるんですけども、 RUS に関してはグリップつけなかったらすごいグリップありと比較して、バイキングが強いので、グリップありっていうのが、結構まとまってくる感じで、結構まとまってくるような感じ。ドットサイトで見ていただくと、より分かりやすいので、ご覧いただきます。はい。チームなしだと、ちょっと暴れ感が、比較してると思うので、グリップありだとかなり安定してるのをお分かりいただけると思います。はつけた方がいいのかなっていう感覚ですね。RUS で補充するとかでも戦いやすい時になるので、SMG の中でも。そうなった時に反動っていうのが、抑えやすいか抑えにくいかっていうのは重要かなと思います。あと移動速度ですね。今回は 50m っていうので、測ってます。7.73 秒、6.47m/秒でしたね。で、ADS しながらの動き、15.15 秒、50m にかかっておりますので、3.3m/秒っていう形になります。でこれに関してちょっとよくわからないとは思うんですけど、今後 SMG のでの比較とかやっていくので、
ければと思います。で、エンジョブも新装なんですけど、ワンマガジンをナットで打つかっていうところから逆算して一発 0.078030303秒ということで、後でタイムというキル、お示ししますが、そちらに関わってきます。で、 RS の性能一覧ですが、大型マガジンをつけなければ36発つければ44発ということで、僕個人的にはねつけています。はい、44発ってかなりいいですよね、 SMG の中でも。リロード速度に関しては 2.3 秒、高速リロードつければ 1.75 秒なんですけど、まあ僕は高速よりも大型をつけたい派なので、うん、ここはにもうノーマルでいいかなと思います。で、ここからですね、先ほどの、まとめというか振り返りになってくるんですけど、 ADS の速度ですねっていうのをクイドロウム別とアイアンドットウム別で、比較をしていますが、クイドロなしの場合はアイアン 0.2 秒、ドットだと 0.217 秒、クイドロがありの場合はアイアンだと 0.15 秒、ドットだと 0.167 秒という結果になっています。このね、クイドロウム別の違い、アイアンドットウム別の違いっていうのはむちゃくちゃちっちゃいように思えるかもしれないんですけど、まあ最後にね、キル速の、タイムをご紹介させていただきます。その中で ADS タイムっていうのも含めて、見ていただくとすごい分かりやすくなっておりますので、まあ個人的にはね、僕はクイドロをつけて、かつアイアンサイトで、RUS 使っています。 0.150 秒ということで、まあやっぱりね、一番早く覗くことが可能、になっているので、まあドットの方が見やすければね、やっぱりドットを使った方がいいと思うんですけど、それでもやっぱりクイドロはつけた方がいいかなと、思います。はい、で続きまして、スピードですね。機動性の比較をしたものになりますが、比較というか検証ですね。50mで走ってかかる時間っていうのと、秒速ですね、1秒に何メートル進むのかっていうのを通常時と、まあ、通常時というか走ってる状況ですねと ADS をしている状況で比較をしてきました。通常時は 7.33 秒で 50m を走り抜けて、毎秒 6.47 メートルですよということになります。 ADS に関しては 15.15 秒、 50m 進むのにかかって、秒速 3.30 秒、あーメートル毎秒という結果になってます。で、こちらの結果なんですけど、今こういう検証をずっとやっていて、一つのファイルにまとめてるんですけど、他の SMG との比較の際にですね、より、お分かりいただきやすくなるとは思いますので、また楽しみにお待ちいただければと思います。はい、次は射程距離ですね。RUS79U の射程距離に関してまとめさせていただいております。13m までですね、体に24、頭だと26、ダメージということで5発キルが可能になります。で、14m から21m、ダメージが少し変わってきます。体が22ダメ、頭が24ダメージというところになります。ただ、必要キル弾数に関しては5発ということで変わらなかったですね。で、22メートルから26メートルまでを見ていただくと、体19、頭20ということで6発必要になってきます。27メートル以降が体16、頭17で7発切るということで、まあやっぱり27メートル以降に関しては少し、必要弾数が増えてくるのかなっていう感じですね。で、その下にね、GKS と PDW、RUS、MSMC ということで、切るの、必要弾数っていうのを色分けしているのと、あと、なんだ、ダメージの表にさせていただいているんですけど、4発切るできるのがやっぱり PDW の5メートル以内と GKS の20メートル以内ですかね。まあこの2つになります。それ以降は5発キルが必要にはなってくるんですけど、RUS これを見ていただくと、そんなにダメージが低いってわけではなかったですね。24発でいけるので。で、 GKS とかもね、3、4発でいけるとはゆえ、結構ね、
射撃連射速度ですねが遅くはなってくるので、まあ4発キルできるといえ TTK というか、まあタイムトゥーキルですね、キル速に関してはどうなのかなっていうことをこの後ご覧いただければと思います。で BTW に関しても、5メートル以内だったら27なのですごい強いんですけど、まあちょっとそれ以降のダメージに関してはやっぱりラール US より劣ってくるということで、キル速はやっぱりちょっと距離が長くなればなるほど辛くなってくるのかなというところですね。で、MSMC も、どうだろう。結構ね、弱体化されたとはいえ連射速度が速いので、まあやっぱり至近距離に関しては強い、MSMC の中では強いとは思うんですけども、やっぱり中距離、長距離ってなってくると、かなり必要弾数が、多くなってくる、ダメージが低くなってくるので、まあこのあたりの、なんでしょう、バランスというかですね。まあ、そのバランスがすごいいいのはこの RUS なのかなっていうところですね。はい、こちら最後になります。キル速ですね、さっき一発撃つのにかかる時間っていうのを検証させていただいていたんですけども、それを元にね、キル速必要弾数と交えながら、計算をしています。こちら ADS は含めない、秒数をお示ししているところです。13メートルまでと21メートルまで射程ダメージは違うんですが、同じ4発キル、5発キルということで 0.390 秒、で22から26が 0.468 秒、27メートル以降が 0.546 秒ということになります。参考までにね、 GKS と RUS の比較の表をお示ししてます。20メートルまでだと GKS がこれ386って書いてますけどミリ秒になるので実質 0.386 秒ですね。なのでどうだ、 RUS の0.390 秒よりは早いなとお感じになられるかもしれないんですけども、実はこれ裏があって、この右側の参考っていうところをご覧ください。クイドロありのアイアン ADS 速度ですね、この ADS 速度っていうのが変わってきます。GKS が 0.167 秒で、 RUS が 0.150 秒ということで、若干覗くのが早いんですよね、 RUS の方が。なんでもう本当に微妙な差なんですけど、これをプラスする、 ADS をプラスするっていうことになると、RUS の方が、キル速は速くなるという感じですね。まあこの単純にこの0から13メートルまでの 0.390 秒っていうのと RUS79U のクイドロアリアイアン ADS 速度、右側の赤文字で書いた 0.150 秒を足したものと、GKS の 0.167 秒に、この4発キルの範囲ですかね、 0.386 秒を足したところ、いや RUS の方が速くなりますよね。なのでまあそのもう大きいエイム、もうエイムをすでにしてて打つだけの距離だったら 0.04 秒GKS の方が速いかもしれないんですけど、そのあたりのことも必要になってきます。で僕今結構いろんな銃ですね、AR だったり SMG とか検証させていただいて、まあそういうのも全部まとめてるんですよね。まあそういう形で、まあいろんな武器との比較っていうのも今後ご紹介していければなとは思っておりますので、まあそのあたりも含めてですね、今後の武器選びにお役立ていただければというふうに思います。はい、ということで本日はですね、この RUS799 の新しいダンボールという迷彩ですね、スキンを、スキンというかまあ武器ですね、ガチャをしていったプラスアルファ RUS799 自体の性能ですねっていうのを徹底的に検証してみようということで検証させていただきました。またこのような検証動画をですね、このリリースタイルのチャンネルでは、させていただいております。皆様のですね COD モバイルライフが少しでも楽しいものにできるよう僕たち頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、いいなと思っていただいた方に関してはチャンネル登録、コメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。本日は長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お疲れ様です。皆さんこんにちは、グッドボタンよろしくね、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ皆様。